り込む手話とダンスで世界をつなぐユニスクールのメンバーです。先ほど代表の北村淳さんからもご紹介がありましたが、だいぶ話してまいりますので、立ってご覧になっていらっしゃる方、もしかしたらお隣の席で空いてるよという場所もあるかもしれませんので、席を立ってちょっとソーシャルディスタンシングといいますか、感覚を取りつつ、お席の方を譲り合ってお帰りいただければ嬉しいです。改めまして、順番に向かわず私たち発表会のライブの企画はしたものの、新型コロナウイルスの熱で中止延期ということが続いてしまって、本当に久しぶりのここ小松でのライブとなります。始まる前に1点だけ皆さんに心に留めていただきたいことをお伝えしたいと思います。ライブ中のカメラで撮影やご質問は OK です。大丈夫です。大丈夫ですので、どうぞよろしくお願いします。ただし、ただ撮るだけではなく、よろしければ SNS などで、こんなライブやってるよ、楽しかったよ、少しでもご感想などいただきつつ、 SNS で公開していただけたらとても嬉しいです。 Instagram、Twitter、Facebook などでね、やっていらっしゃる方はぜひぜひこんなライブ見に来たよということで、今楽しみだよ、していただければ嬉しいです。またその際ですね、ハッシュタグI'm not afraid to die.
いいね。Thank you.
いいね、グッドでした。Thank you.
な一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれど正しないけれど君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ。日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水を洗う君の足元に小さな虹。一生そばにいるから
行こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの日、夜の空を飾る綺麗な花、街の声をきっと光が包み込む、音のない二人だけの世界で聞こえた言葉が好きだよ。
Thank you.
Thank you.